ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、ゴールデン1301コード版ブラックカラーです。1884年に設立したオールデンは、今日でも非常に高い人気を誇るレザーシューズブランドです。馬のおでん部であるシェルコード版の質感をダイレクトに楽しめるのは、やはりつま先に装飾のないプレーン等かと思います。中でも着火ブーツのタイプは大きな面積で鑑賞できるため人気度の高いアイテムです。オールデンのコード版着火ブーツといえば1339、1340が定番ですが、こちらの1301は使用される着方が異なっています。1340などにはオールデンで最も使用頻度の高いバリーラストが採用されています。土踏まずのくびれも緩やかで、つま先にややステスンを設けたボリュームを感じる癖の少ないシルエットラインです。対してこちら1301はモディファイドラストが採用されています。もともと足の不自由な傾けにオーソペディックシューズを作っていたオールデンが長年の経験によって生み出した名作ラストです。羽をグッと縛って甲回りからアーチで合わせて履くことのできるもので、外反母趾をはじめとした扁平足や足の幅が広めであったり、甲が高めの方にもおすすめの着型です。このモディファイドラストを採用したモデルのほとんどは日本で展開されています。特にコード版のモディファイドラストとなると、この着型を見出し人気の火付け役とも言われているアナトミカがあるフランス、本国アメリカではニューヨークのマンハッタンにある歴史あるシューズショップモールデッドシューズを除くと日本が基本と言われています。モディファイドの複雑なフォルムに沿わせたストームベルトは非常に難しく職人泣かせなデザインです。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちら当店で A ランク相当の扱いとなっております。まず右足です。こちらカウンターにややスレが見受けられます。ソールはダブルのレザーソールですね。じゃあ次に左足です。左足もカウンターややスレが見受けられます。つま先です。履き地盤も左右対称で綺麗に履いているかと思います。トップリフトも交換なしでこのまままだまだ履いていただけるかと思います。沈みの方は 2-3mm といったところです。じゃあサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が 6.5D となっております。オールデンのバリーラストの方で US6 から 6.5D、 エドワードグリーン202ラストの方で UK6 から 6.5E あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。こちらはサイズ表記よりも大きめの個体とモディファイドラストの 7D に近い印象です。そのため普段バリーラストの方で 7.5Dを履いていただいている方でも足長は足りるかと思います。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。モディファイドラストはアーチで合わせるとも言われる通り、バリーラストと同サイズからハーフサイズアップ、ワンサイズアップと人によって合わせ方が異なります。当店でもモディファイドラストを初めて足入れされた方は、その歩きやすさにまず驚かれます。そんな人気着型を採用したコード版着火ブーツは、当店では初めて入荷いたしました。
それほどまでに貴重なモデルとなっておりますので、ゴールデンファンの方、コードバに興味を持たれている方にはおすすめのアイテムとなっております。ぜひサイズが合いそうな方はお早めにご検討くださいませ。それではご視聴ありがとうございました。